はい時刻は午後2時になりました、未来コーステーション、始まりますはい皆さん、こんにちは。 未来効果ステーション始まりました。今回 MC 担当しますシン。しオんです。お願いします。はい。えー、早速、ツイキャスコメントを来ております。リサさんから、こんにちは、こんにちはです。じゃあ、とりあえずメールアドレス読んでいきたいと思います。メールアドレスは、7 6 1 f m c o ッ a j p 7 6 1ア m トマー a fmkoza.jp です。たくさんのメールお待ちしております。やばいぞ。今日は喉も枯れてるぞ。なぜか。<laughs> え、まあ、とりあ一週間やっていきたいんですけども、は、ね。はい。<laughs> とりあえず、来週の、いつだったかな。あ13、14、15か。に、最後の、 学年末テストがございますテストの意気込みなんてないです。とりあえずは自分が頑張るだけです。で、えー、っと、木曜日に確か洗濯 A のテストっていうか、まあそんなのがあったかな確かあったはず。あ仕上げてないやばい。<laughs> ああ、水曜日使えるかな情報かと。<laughs> やばいぞ。今、すごいの思い出した。<laughs> いやーすごいですね。もう今週いろんなの忘れてます、自分。<laughs> えっと、確か水曜日と木曜日になんか重要なことをやったんですけども。あ思い出したけ献血の話聞いたんだ。そう、何曜日だったかなに、 献血をすると、なんかひ、どうちゃらこうちゃらとか、血が少なくなってるとか、なんとかっていう話を聞きました。で、ビデオを見てからかな、若干泣きそうになったのに、この体育館の上を、何か飛行機かな、飛行機がね、ブーンって飛んでってね、涙が引っ込みました。 <laughs> 確か今週その思い出しかない <laughs> えー、リサさんからですセッテスト終わりましたいいな <laughs> いいなテスト終わったってもうテストね全然自信ない特に物理 <laughs> 物理と数学数学はまあなんとかやっと今頃理解できてきて 一番理解できていない物理誰かに聞かねばと思っているんですけどねまあ本当誰かに聞かないとやばいです<笑>今<笑>ああでもまあね頑張んなきゃいけないですよね最後ですしねもうこれ終わったら自由だしやったーでえり、ー、ささんから「学校生活最後のテスト終わりました早いな」 最後のテストが終わった。ということは、今週やり終わったってことになるのかないいなぁ。でも、にしてもいいなぁ。もう終わったら肩のに降りるもんね。<laughs> いいなぁ。とりあえず自分は次の学年に上がれるように頑張ります。<laughs> 上がれないとやばいんですけどね。もう、マジで。あー、にしても最近めちゃくちゃ寒すぎて。 ね、風邪ひいてないのに <laughs>、喉がガサガサするという、どういう状況なんだろう、今、本当、わ <laughs> かんないや。とりあえず、いつもの声ってないことはわかってます。<laughs> 寝すぎたかな、もうそれはないと思うけど、うーん、にしても最近すごいですね、足元から冷える。<laughs> そしてね今すごい指先感覚がなくなってくるっていうなんでしょうねしかももうそろそろね晴れてもいいんじゃないかって思うんですけどずっと曇ってますね最近 <laughs> で、えー、コメント来てます来年度からはスクーリングのみですしかも沖縄でスクーリングですスクーリングってなんだっけか ああ、あれか、なんだっけ、なんか、来るやつだ。そうだ。<laughs> 来るやつだ。なんか、すごいなん、あやふやで覚えている。<laughs> うん。いやー、にーょ、来るやつ、そう。<laughs> わらわらわらっていうあれありますけどね。いやー、で、今週は、中盤戦で、 えー、先週中盤戦で花言葉やったんですけれども、えー、それはいい意味の意味っていうかまあそんな感じの花言葉でしたが今週やるやつはちょっと怖い感じの言葉です怖い感じの花言葉の由来とかですかねうんまあこう一個一個ではいい意味なんですけど人に送ったりする時にちょっと 注意しなければならないみたいなあの感じの花言葉ですね。で、後半戦では、今までね、あのー、ずっとアニメを紹介してきました。で、その中で、えー、自分ずっと前に全部見たのに全然紹介していないやつがあります。その、ね、アニメ、えー、鈴宮春日の憂鬱シリーズ、鈴宮春日シリーズを、 ちょっと紹介していきたいなと思います。まあね、面白いやつです <laughs>。なんでしょうね、あとは来週の話をしていきたいなと思います。今週も未来交換ステーションは頑張って <laughs>、一人でどうにかやっていきたいと思います。えー 温かい目でどうぞご覧くださいませ。<laughs> いやーにしてもですね、今週本当に献血の話をされて、で、えーまあ、献血って本当にね、大事なんだなっていうのと、なんか、もうちょっと身長がでかくなったら行こうかなーくらいの <laughs>、ちょっとあれがありますね。でも、 なんだっけな4女性4 0キロ以上、男性4 5キロ以上だったかなが 200ml だったかなは、えー、確か、輸血じゃない、輸血しちゃだめ。<laughs> と、献血か。献血確かできるはず、確か。身長1 4 7センチって言って白目向いてますけど、えー、リサりささん。確かね。 身長って関係あんのかなやっぱりこの身長では血取れませんよとかあるんですかねそうその質問をしようと思ったんですけど質問コーナーがなかったっていう <laughs> でもまあ身長制限があるのであればもしかしたら自分できないかもしれないっていうまあその辺はせいでかい人たちに任せるしかないですねでもねなんか なんだっけなこの献血で取った血は大体が病気とかの輸血に使われるらしいですねえー、事故とかはほんの一部らしいのでなんか献血はやってた方がいいですようん人救えますし <laughs> まあやりたくてもできない人がここにおりますしね <laughs> でき皆さん本当にやってみたらどうでしょうか じゃあ、あとは、また、中盤戦で、今度は、花言葉を言っていきたいと思います。それでは、また、中盤戦でお会いしましょう。 解決はやったことあるけど、そもそも自分の血を見ても何の気もしないっていうの自分だからね。こっちでできたらいいの。犬にメガネ取られた <laughs>。<laughs> メガネ取られたの？とまえだ。夏目だ。夏目だっけな。 はい、中盤戦始まりました。はい、それではメールアドレスから読んでいきたいと思います。メールアドレスは7 6 1 f m c ドット j p 7 6 1 f m k o z a j p です。たくさんのメールをお待ちしております。それでは。 後ろでちょっとしっとりとした曲が流れておりますがやっていきたいと思いますえー、怖い花言葉を持つ花10選意味や由来はっていうのでやっていきたいと思います1スノードロップあなたの死を望みます他の花言葉希望慰めスノードロップはみずみずしい 緑の茎の先に純白の花を,むうつむき花をうつむきに咲かせる植物です。あなたの死を望みますという花言葉は昔スノードロップを死者に向かって送った花だという一切に由来しています。それ以外には希望慰めなど身内の死を乗り越えた人々を勇気づける花言葉がたくさんあるんですよ。 ただ安易にスノードロップの花束をプレゼントするのは控えた方がいいのかもしれませんね。2: 都忘れ別れ他の花言葉しばしの慰め都忘れは日本の本州から四国九州に分布している菊花の植物です。日本原産で せいせいとした <coughs> 紫の花は和の風情を感じさせます沢渡に島,島流しにされた純徳天皇の事故から名付けられ孤児,だ孤児から名付けられこれを見ていると心が慰められ都のことを忘れられるといった花,が言,葉が花言葉の由来とになったと言われています 悲しいことがあったとき都忘れを見るとつらい思い出を忘れられるかもしれません関畜 <laughs> あなたが嫌いです他の花言葉純愛もっと愛して才能無邪気快活彩色兼備関畜は中国原産のなぜしこ族の 多年草です葉っぱが竹の葉に似ているところから名付けられたヨーロッパで改良されたものが平安時代に日本に伝わってきました石竹には昔話に由来して「あなたが嫌いです」という花言葉があります昔悪魔の宿る大きな岩があり人々に嫌がらせをしていましたその岩は後に弓矢によって 大事さでその時刺さった矢が石竹になったという言い伝えが花言葉の由来とな,言わなっていると言われています。4: ガマズミ無視したら私は死にます。他の花言葉結合私を無視しないで私を見て。ガマズミは日本,や日本や朝鮮半島を 中国に分布しているガマズミ族の。えー、っと、落葉低木です。えー、九月から十月になると。赤く小さな果実を実らせます。ガマズミの一粒一粒が濃い赤色をした人び。瞳、目を引く綺麗な果実にちなんで。無視したら、私は死にます以外にも。私を見て、と言った花言葉が付けられました。 5花にら別れの悲しみ他の花言葉悲しい別れ耐える愛恨み愛しい人卑怯星に願いを花にらはメキシコアルゼンチンが原産地で多年草です <laughs> 日本には明治時代にやってきて丈夫で寒さの強い 厳しい環境でも育つ力強さを持っています薄く青白い花びらにちなんで別れの悲しみや恨みという花言葉がつけられました6鳥かぶと、あなたは私に死を与えた他の花言葉騎士道栄光人嫌いえー 調べたのに遠征家復讐鳥リカブ世界に約100種類の仲間がいる鳥リカブト族の総称です日本にはヤマトリカブトやエゾトリカブトなどが自生していますがまとめて鳥リカブと呼んでいます鳥リカブの花言葉はギリシャ神話に由来します 勇者ヘラ,ヘラクレスが討ち取った3つの頭を持つ地獄の番犬ケルベロスから垂れたよだれがこの花になったという言い伝えですまた根に猛毒を持つことから死や復讐といった花言葉が付けられました7「おだまき」「捨てられた恋人」「おだまきは古くから庭,や庭などで 栽培されてきた多年草です日本や中朝鮮半島など北半球に生息しています花びらのように見える薄紫や青色に染まった額を何枚数枚付けるのが特徴ですまた罪を見抜いているという意味で四大悲劇の一つシェイクスピアの劇曲 ハムレットにも登場します 8. アザミ復讐他の花言葉独立報復幻覚触れないでアザミは野山やアゼ道に自生する丈夫な草花です主に北半球に広く分布し250種ほど見つかっています 鼻の下にあるるトトゲゲがが特徴で、触るとトゲが刺さり、痛みを伴います。このトゲのおかげで1263年にノルウェー軍の侵攻から国を守ったとされスコットランドの国家となりましたこの話にちなんで独立や報復といった花言葉,花言葉が付けられたと言われています9金銭化 寂しさに耐える他の花言葉「悲観」「別離の悲しみ」「失望」「花を金金の盃に見立てたこと,からことが名前の由来となった金銭花は南ヨーロッパ地中海沿岸が原産の草花です」 古くはマリーゴールドと呼ばれて結婚式の花飾りなどに使われてきましたが金銭下には悲しい神話が多数あります昔太陽の神アポロンが恋焦がれていた少年がいました少年はアポロンが輝く昼間は幸せですが夜になると寂しさに耐えいつも朝を待ちますそれに嫉妬した雲の神がアポロンを8日間雲で隠してしまうと 少年は寂しさのあまり、雲、ん命を落としてしまいます。ようやく姿を見せたアポロンは、少年を哀れに思い、金銭花の花に変えたという神話です。この話から、悲観や失望といった花言葉もつけられました。えー、十、すぐり、あなたに嫌われたら私は死にます。他の花言葉。 私はあなたを喜ばせる期待感予想真の幸福あなたの不機嫌が私を苦しめるすぐりはすぐりかすぐり族の低木です赤く丸い果実を実らせるのが特徴でジャムやゼリーパフェなどに利用されています酸味のある果実を房状につける房すぐり系と房状にならないグーズベリー系等に分かれられます 開けられます「期待感」という花言葉のように甘酸っぱい果実が実る枝にはびっしりとトゲが生えています実は食用にできますが御用祭類発信サビ病の病原菌を宿していたり、えー、雑木林に自生していたりヨーロッパであまり人気がないことも「あなたに嫌われたら私は死にます」などネガティブな 花言葉がつけられた理由の一つと考えられます。というものでした、まあ、途中途中調べたものが頭に出てこなくて大変でしたけどまあ怖いっていうよりちょっと切なかったりしますかねまあなんでしょう花言葉は本当にいろんな ものがありますねでもその中でも今言った中で一番自分が好きな花はやっぱスノードロップですかね。前にも確かスノードロップの花言葉を言ったかな確か言った覚えがあるような。 覚えてなないような <laughs> そんな感じですけどもまあね他にもなんかいろんな話があったりするえ金銭化もちょっと調べてみたら楽しいかもしれませんね他にもなんかそういうね花言葉あったらまた今度。 えー、皆さんに紹介しようかなと思っておりますはいそれではまあ気分上げるもどうも <laughs> あまりあれなんですけどねじゃあとりあえず気分変えて違う曲流していきますかさて今さっきの聞いた後であまり テンションの上がる曲を聴きたくないっていうのはあれだけどもよしじゃあ曲いきますかハニーワークスででママですどうぞお聴きください はい、後半戦始まりました。さあ、じゃあ、メールアドレスから呼んでいきますかね。メールアドレスから呼んでいきます。7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p です。たくさんのメールをお待ちしております。 よしじゃあ、結構前に、本当になんだろう、もうこのね、アニメ紹介がすごい多かった時に見てて、えーね、もう何ヶ月も前に全部見終わってたのに、紹介できなかったやつですね。えー、紹介していきたいと思います。鈴宮るひシリーズです。 ま,あまずはライトノベルからですね。えー「鈴宮春妃」シリーズは、鈴宮春妃の憂鬱をはじめとする、えー、谷川流によるライトノベルシリーズ。イラストは、伊藤ノイジ、k、えー、川スニーカー文庫、k 川書店より、2003年6月から発行、あ、完了されています。 じゃあらすじを読んでいいいきたいと思います東中出身、鈴宮春妃、ただの人間には興味ありませんこの。この中に宇宙人、未来人、世界人、超能力者がいたら私のところに来なさい。以上、高校そ入学早々、この突っぴな、えー、自己紹介をした鈴宮春妃、美少女なのだが、その性格、言動は変人そのものであり。 クラスの中で孤立していたしかしそんな春日に好奇心でこ話しかけたただの人間であるキョンとだけは会話をするようになるゴールデンウィークも過ぎた日校内に自分が楽しめる部活がないとことを嘆いていた春日はキョンの発言をきっかけに自分で新しい部活を作ることを思いつくキョンはえー、今どこ話してたこっちかえー、キョンを引き連れて 文芸部室を独占、独量、占領し、えー、また、唯一の文芸部員であった長門勇気を巻き込み、メイド兼マスコットとして上級生の朝比奈未来を任意同行と称し、拉致、さらに5月という中途半端な時期に転校してきたという理由で、えー、小泉和樹かなを、えー、加入させ、 宇宙人や未来人や超能力者を探し出して一緒に遊ぶことを目的とした新クラブ、えー、SOS 団を発足させるところが団員として集まったキョン以外3人はそれぞれ本物の宇宙人未来人超能力者でありキョンは SOS 団の結成と前後して3人からそれぞれ、えー、正体を打ち明けられる彼らが言うにはありふれた日常を に退屈し、非日常を、えー、渇望しているある日こそ彼らに、彼らにとって解析不能な不可能な超常現象を引き起こす原因となっている未知の存在なのだとか、なのだが、ある日本人にはその自覚がないのだといい、彼らはそのことを彼女自身に悟られず、観察するため派遣されてきたのだという。 当初は、えー、虚偽申告だと思っていたキョンもまもなく実際に超常現象に巻き込まれて命の危険にさらされることにより彼らの言葉,り言葉を信じざるを得なくなるそしてキョンと SOS 団の団員たちは非日常を待ち望んでいるハルヒ本人に事実を悟られないように注意しつつハルヒ自身が無自覚な発生源となっている超常現象を秘密に 解決したり宇宙人や未来人や超能力者たちの勢力の、えー、思惑に振り回されたり春日が気まぐれで引き起こしたり持ち込んだりする日常的なトラブルに付きあったりする日々を過ごすことになるはい紹介していくのは次はまあ登場人物ですねはい。 じゃあ読んでいきますキョン主人公であり物語の語り手である男子高校生 SOS 団で唯一の特殊能力を持たない普通の人間として、えー、日常あるいは非日常の出来事に関わるキョンとはあだ名で本名は不明、えー、劇中でも自己紹介している部分は彼自身が語っており自分も聞き取れませんでした本名本当なんて言うんでしょうねキョンって。 えー、次、鈴宮春妃、ヒロイン。今日の同級生で SOS 団の団長。非日常を求めてさまざまな騒動を巻き起こすが、えー、自分が実際に頂上,頂上的な能力を持ち、超常的な存在から、えー、着目されていることは知られておらず知ら、知らされておらず、常に事件の中心にありながら、課長。 蚊帳の外に置かれている人物、えー、長門由紀、SOS 団の団,団員、えー、無口でいつも本を読んでいる文芸部員、その正体は、情報統合思念体、思念体によって作られた、対有機生命体コンタクト用ヒューマノイドインターフェースイコール宇宙人であり、えー、 人間離れした能力の数々を思考することができる <laughs> 自分が見た中でも長門だけは全然わかりませんでしたね <laughs> なんだろう、うん、なんかすごい早口で物唱えてたりしてましたね結構最初らへん最後らへんどっちだったかなにあれは自分でも全く言えません次いきます SOS 団の、えー、団,団員小柄で可愛らしい容姿の上級生その正体は春日を監視するためにこの時代に駐在している未来人だが、えー、任務についてなぜそうすべきなのかをほとんど知らされていないため何が起きても大,大抵は右往左往するばかりである最初この鈴宮春日の憂鬱の画像を見た時には なんだろう低学年か何かかだと思ったらよくよくね劇中っていうかもうそれアニメの方を見てたりしたら上級生っていう一番びっくりした人です。<laughs> えー、小泉いつきさっき言い間違えてごめんなさい、えー、SOS 団の団,団員にして副団長。 常にイエスマンとして、えー、春日に従う美形の男子生徒その正体は超能力者であり機関による組織,組織力で SOS 案を裏側支ええー、非日常的な出来事の解説役も担う <laughs> はい <laughs>、はい、一番イケボのような気がするこの子で次が朝倉涼子今日や春日の同級生だが 実は長門勇気と同じ勢力の異なる派,派閥かな情報統合思念隊の急進派に属する宇宙人独断でキョンを殺害を企てたために長門、えー、と敵対し敗れ消滅するがその後も幾度か復活し様々な立場を演じるへえ鶴谷さん,鶴屋さん朝比奈くるの同級生 SOS 団の裏事情を指しつつも、えー、名誉顧問として一歩を離れた立場から彼らを応援する、えー、キ,ョンの妹キョンの妹で小学生子供っぽい養子と性格そりゃ小学生だから子供っぽいだろうよ <laughs>、えー、SOS 団の裏事情については知らされていないが SOS 団の活動に興味を示し時折春日が開催する出来事に関わる佐々木キョンの中学時代の女友達春日と似た力を持つことから SOS 団とは敵対する宇宙人未来人超能力者から注目されキョンが抱えている事実を知ることになるえー、黄緑エミリー朝比奈さんの隣のクラスに属する2年生 えの女子生徒え第これはまあラノベのやつなので第9巻分裂より3年生急に上がるんだ <laughs> え谷口きょんやはる日の同級生一般人ながらきょんとの何気ない会話からか問題解決への鍵となる場合もあるへえ国木だ きょんやはるひの同級生、きょんや佐々木とは同じ中学の出身である谷口とともに時折 SOS 団の活動に参加する一般の男子,男子生徒と登場人物はこれくらいです。思ったよりみんなキャラが濃い、そして一人だけなんか。 隣のクラスっていうだけで紹介されてる人がいる <laughs>。いやー、面白いね。ほんと。<laughs> <laughs> うーん、なんか、えー、なんでしょうね。自分が見たアニメと、まあ、若干違うのかな。 あ、でもまだ劇場版は途中までしか見てないかな。本当に半分くらいまで見てそっから見てないです。見なきゃ見なきゃとは思ってるんですけどねでもなんかもう話がね途中であダメなやつだこれと思って <laughs> 見るのがあれになってますねもう今度ちゃんと全部見なきゃと思ってます。はい。 でえー、テレビアニメの「鈴宮春日の憂鬱」は2006年4月から7月にかけて「鈴宮春日の憂鬱」と題して放送された全14話原作第1巻「憂鬱」に加え第3巻「退屈」第5巻「暴走」第6巻「同様の一部に沿、えー、った内容と原作者脚本によるオリジ,オリジナルストーリー から構成される2009年4月からは2006年の放送分に新しいエピソード、えー、ため息退屈暴走の一部に沿った内容を加えた全28話が時系列に沿って、えー、放送されましたあとは長渡勇気ちゃんの消失ええぷよによる プヨによるスピンオフコミック、長渡ゆきちゃんの消失のアニメ化となる、2015年4月から7月まで、えー、テレビアニメとして放送された、10月には、えー、原作コミックスに OVA が発売する予定、OVA 含め全17話、劇場版、鈴宮春之の消失、えー 2010年2月6日に劇場版アニメ「鈴宮春日の消失」が公,公開された、えー、テレビアニメ版の流れを含みつつ、えー、原作第4巻消失の内容を映像化したものへえ学校にも一応「鈴宮春日シリーズあります が自分は一貫読んでそっから借りてません <laughs>。借りねばならぬ <laughs>。今んとこ見た中では何だっけな,な,な何がなったって言ってたえー、憂鬱退屈暴走同様の中なんでだから1356の内容 なのでまあ2巻とか4巻とか5巻とか見てないですね自分。<laughs> まあちょっとと借りねばと思ってるんですけどもまあ今ねまあ他2つのアニメのやつアニメとあとまあ小説が、まあ、シリーズのあれででアニメされてるやつをまあ読んでますけども。 まあ多分この二つ読み終わったら読むんじゃないかなとか思ってます。きっと読めであろう。多分、きっとおそらく。うん。ただ読まないとわからない。<laughs> 一応一巻だけは読みました。一巻読んで、二巻目が借りれないっていうか未練、見れどれかわからないっていう、どういうあれなのかわかんないですよね、未だに。 この1巻2巻3巻みたいなやつがどれが2巻なんだろう <laughs> 未いまだに分かっていないまたこれねやんなきゃならないけどもまたこれは調べなきゃいけないですねうんあーああ全部見なきゃああった えー、長編書き下ろし作品1巻憂鬱2巻ため息4巻消失、えー、7巻陰謀9巻分裂これにより登場人物は2年二年生および3年生に進級する、えー、10巻驚愕全編驚愕でいいのか驚愕だな、えー、11巻驚愕後編、えー、中短編3巻、えー、退屈 5巻、暴走。6巻、動揺8巻。ふんかなふんか。えー、ザ・スニーカー。不定期連載に、鍵ぎくしを添えたものからなる8巻。噴んを除く。へえ、学校にあるのどれなんだろう。憂鬱は見た。あと、消失も見た。 あああったかな退屈暴走同様うーん覚えてないな分裂あったかな学校にあるのって大体長編作品とかが多いから分かりにくいですね <laughs> 今度図書館行った時に調べてみよっかなあ図書館行くの忘れてた <laughs> はい、今頃思い出した。もう遅い。ダメだ。<laughs> まあ、うん。それくらい進みはる日は多分何回読んでも面白いです。アニメ作品でも、なんか弟とかと一緒に読んだり、読んだりではないか、見たりするんですけど、2、まあ、人で爆笑したりしますね。見てて。<laughs> えー、言動や、ツッコミや、 あとなんでしょうね。なんか、この、春日の言う、突拍子に言うやつ聞いて、爆笑しますね。うん。<laughs> いつも突拍子のないことを言い出して。<laughs> ただ、まあ、日常系ってハマるとこんなにハマるんだなっていう、あれですね。これ、日常系って言っていいのかな鈴宮春日の憂鬱。一応、 えー、ジャンルは学園小説 SF 世界系恋愛になってます恋愛恋愛恋愛要素恋愛要素 <laughs> うーん最初らへんに見て後からはわからないぞただまあ見てて ね、こういう高校生活もいいのかなとか思いながらまた見返したら多分今もう前見たのって言ったって中学校ではないか高校でもないしもうほんと中学校最後もう今ぐらいですかね中学校の3年生のもうそろそろ受験だぞっていう時に見て ああ、こんな高校生活送れたらいいのになって思いながら見て、で、えー、まあ、それっきりなんですけどね。で、自分が上がっ、この高校に上がってからは見てないですね。多分今見たら、多分見方っていうか、この高校生になってるからこそ、ああ、普通校ってこうなんだなとか、 うちらは工業校なんで工業校ならではのああじゃあこことここが普通科と工業の違いかとか多分出てくるんじゃないかなとは言ってもまあ沖縄と本土の違いになってくるのかどうか分かりませんがねでもまああんなね遊びながら 高校生活が遅れたらいいなと思いながら入ってきた高校1年になる前ですけどもうそれからもう2年経ってますね早いわもうそろそろ3年経つんだって考えたら結構早いですねいやーまた <laughs> 見返してみたいと思います鈴はある日の憂鬱うーん 皆さんも見てみたらどうでしょうかきっとハマると思いますよ。それじゃあ最後。じゃあエンディングに行こうかなと思います。エンディングの曲はシャルルですね。はい。じゃあエンディングです。エンディングです。結構長い間話してきました。<laughs> 久しぶりにこんな喋ったと思います。久しぶりにこんな喋ったかなでも結構喋ったような気がする。うん。ただ、最近、ね、なんだろう、記憶が消えたり出てきたり消えたり出てきたり。<laughs> 大変ですね。もう、こんな今,今から <laughs>。とりあえずは。来週は。 テストを頑張って、その後、栄光祭の、ええー、とですね、今度来るの4人だったかな ?4 人ですね。ええー、と、何な子ただちだったかななんか、なんだっけな、小座さん、前やってた小座孔さんと違うって言ったらあれだけど、 どっちかっていうと何でしょうなんか音楽が好きな子たちなのかなっていうあのプロフィール見てたらですよプロフィール見てたらもう音楽が好きな子たちが来るのかなとでまあそうなんだったらとりあえずまああれですね頑張って話題探してきます <laughs> さあ未来効果にも普通の <laughs> 話ができるかどうか、それが今一番の心配です。<laughs> まあそこ心配しちゃダメなんですけどね、一番。えー、あとは、まあ今一番自分が心配しているのは、まあ、うん、記憶が消えないかどうかですかね。来週。<laughs> まあ、いろんな、 話が聞けたりしたらいいなと思ってますね。え、高学園、そう、なんか前の、なんだ、小沢孝さんが話してたけど、エコ江戸学園ってすげえ頭いいんですよね。どうしたらいいんでしょう。お話、<laughs> 本当に話題が見つかるかな大丈夫かなちょ,ちょっと心配になってきた。<laughs> 頑張らねば。まあ、同い年じゃないか。一個上。 1>, かな1個上か同い年ぐらいの方たちが来るのか。で、えー、部活とかも見てたら、えー、っとねーけ、体育会系か。体育会系が多いのかなうちに来る方々は。<laughs> まあ、あと、もうね、文化系と、あと、なんだ、この、 文化系と体育会系の、えー、違いとか、もうその辺も,もう来週ずっと質問攻めにしていこうかなと思っております。一人一人に聞けるように、ちょっと質問も考えてこようかなと思ってます。来週中、テストやりながら、そう、来週なんかバレンタインもありますよね。チョコレート全然考えてないや。<laughs> 誰にあげるとはまあ、だー噛んだ。誰にあげるかは。まあだいたい目星ついてますけどもうん？まあ来週楽しみですね。うん。まあ、みんなと仲良くなれたらいいかな。そんな感じで思ってます。<laughs> う,うん、もう4人でも、もう全員でも仲良くなれたらそれでよろしいかなと今思っております。 仲良くしてくれるかな <laughs> なんだろう去年とは違う緊張が <laughs> 去年はねえー、先輩たちがいたから先輩たちに甘えて自分は座ってお話ししてただけなんですけども今回はね MC っていう立場で <laughs> ちょっと はい、<laughs> お話を聞きながらみんなと仲良くできたらいいなうんもうこんなグダぐグだダぐだなグダグダ喋べりながらりながらですけどね未来子がステーション毎回毎回まあダベりでもこうやって聞いてくれたらいいかな <laughs> みんなが知ってそうなアニメもちょっとリサーチしとかなけどピピピピってピピピピピっつってちょっとリサーチしとかないといけないな来週もこんな感じになるかどうかはわかりませんが楽しんでしゃべってえ友達ではないけど仲良くなって 行きたいなと思っております。それではまた来週お会いしましょう。それではバイバイ。